ダニー・ケントは、イギリスのオートバイレーサー。イングランド・ウィルトシャー州のチップペンハム出身。ロードレース世界選手権、元3クラス2015年チャンピオン。2016年にキーファーレーシングより、ロードレース世界選手権、元2クラスに参戦。2018年にはスピードアップより、再び同選手権に挑戦している。2001年より、ミニバイクレースをはじめ、 2007年には、アプリリアの行動用市販車 RS125 を使用した選手権スーパーティーンズでランキング2位を記録した。2008年には若手ライダー育成プログラムレッドブルモートジッピーアカデミーの支援を受けてスペインロードレース選手権 125cc クラスに参戦、年間ランキング9位を記録した。2009年はロードレース世界選手権のサポートレースである。 レッドブルモートジッピールーキーズカップにエントリー、開幕戦ヘレスのレース2で初勝利を挙げ、年間ランキングでは4位を記録した。2010年もルーキーズカップに継続参戦、ケントは最終戦までチャンピオン争いを展開したものの、アメリカのヤコブガニエに6ポイント差で競り負けて、ランキング2位に終わった。またこの年のロードレース世界選手権。 第5戦イギリス GP125cc クラスにはワイルドカード枠で出場、グランプリデビューを果たした。そして第14戦日本 GP 以降の終盤5戦にはランブレッタチームからエントリー。マシンパフォーマンスが低かったこともありポイント獲得は果たせなかったが、第16戦オーストラリア GP の金曜朝のフリープラクティスで3位を記録。 最終戦バレンシア GP での決勝では一時ポイント圏内を走行すると、時折光る走りを見せた。2011年シーズン、ケントは、アジョモータースポーツが新たに立ち上げた、ジュニアチームから、ジョナス・フォルガーをチームメイトに、カスタマー仕様のアプリリア RSW125 を借り、ロードレース世界選手権 125cc クラスに、フル参戦デビューを果たす。 ありがとうございます。